劉備を倒し乱世に終止を打つ。葬儀の英傑たちよ、今こそ死力を尽くす時ぞ。今の我らは天下最後の砦、必ずや曹操を討ち、この覇道を崩し去る。劉備、その手にもはや侮るまいぞ。わしも全てを落とし貴様を討つ。余を持って貴様を制止。さあ家計部隊、火を放ってください。あの程度の炎を恐れることはない。家計部隊を束ねる者を探し撃破せよ。炎を擁動する。炎を擁動する。この失態に恥じ入るばかりの王、どうか力をお貸しください。迷いのない戦ぶりです。そのうちから時に羨ましく感じる。これだけじゃどうしようもないんだ。狙うは敵本陣の壊滅。皆この長子竜と共に駆けよう。お見事、見せつけてくれますな。さあ来やがれ、お前なんぞひとひねりだ。ああ、私も終わりてしまいます。火は収まったようだな。各軍、白帝城に向け進軍を開始せよ。ダメだ、どうしようもねえ。中央を連動で固めたか。これじゃ思うように進めねえ。まずは連動を片付けねばか。回り込み、連動の後方より破壊するのだ。敵の船を利用してはどうだろう。あれなら早く白帝城に着けそうだ。敵の船をかっぱらうのか、いいね。よっしゃ、ここは俺様に任せとけ。ほう、船での強襲か。面白い、俺が向かう。これ以上の進行は許しません。さあ、トラ戦車部隊、進みなさい。我々は南方より進む。敵は右往の死、勝利にかなうべくもない。俺の花を追い立ち払えよ。もはや戦力を温存してはいられませんね。残るトラ戦車も投入します。おっと、させねえ。南中王の底力見せてやろう。
今こそ領主の武を示す時、騎馬隊突撃せよ。ここは本気で頑張らないとね。よー、一気に突っ込むよ。何かの策なのか。城内に入った敵を打ち払います。各部隊迎撃態勢を取ってください。
手頃な練習相手が来てくれて嬉しいです。ここで一だった。さすがにまずいな。どこだ、撃て、敵の船を近づけさせるな。覚悟を決めねば。波動の前にそろそろ出るか。これも俺の甘さに。だが波動の前お前たちの勝手にはさせない。拙者が止めてみせる。意外と時間がかかってしまった。しかしまだやるべきことは山積みだ。ダメだ、どうしようもねえ。あとは頼んだぞ。崩れるわけだ。